今日も外風とても強くて、お天気はとてもいいです。気温は30度ぐらいだそうです。でも外の色とはきっと暑いですよね。中はとても涼しい。全然大丈夫です。午前中ベランダを掃除しました。部屋も少し掃除して。やっぱり掃除すると疲れるんだけど、その後はすごい気持ちいいですよね。すごいベランダもすっきりしました。お客さんがないと本気にお掃除しないです。お客さん来るとき慌ただしくて、なんか机の荷物どいたり、お客さん来るとやっぱり隅から隅までお掃除しような気持ちになりますね。やっぱり、家にお客さんとかいろいろ方ね呼んできて、新しいエネルギーを循環にして、あとさらに自分も、換気したりお掃除したり、普段は丁寧にしない部分を丁寧に声か、心かけるようにするのもいいですね。はい、今日は歌詞、そろそろ2時ごろ来ますので待ってます。今日何の話かな、皆さんどの話聞きたいでしょうね。どの話したらいいかな。でも歌詞はその話決めるのは嫌だそうです。だから私たちの会話はもう本当に、定期的に会う友達みたいに、もうその場で話したい、お互いに話 したいことだけ話して、それで使える YouTube にこう上げられる内容であれば上げていいですよって歌詞から言ってくれて、それその中から面白そうだなと思って編集して出すのね。ちょっと面白くないなと思ったものは全部カットして、まあ大体2時間ぐらい話するのね。大体2時から4時か4時半までうちにいるのね。そうするとかなり長いですよね。だからこの前、2回その話、それまだね編集終わってない部分もあるんです。その続き見てねって言っても、もう1週間とか10日経ってるかな、2週間かも。すいません、まだ後半は編集してない部分もあります。もう一回確認して面白いなと思ったら
編集してまた出します。間はすごい時間空いてるんだけど、すいません、引き続きご覧ください。そう、あのね、そう、この前コンサート見てきました。それも何年ぶりかな、5、6年かも。で、生はいいですよね。この前の席も本当に程よい、なんか距離感でとってもね楽しめました。あまり近すぎてもね、なんか圧迫感あって、音楽もねちょっと響きすぎかな。でもね、真ん中あたりの方がもうすごい、なんか顔も綺麗に見えるし、もう音楽もね、もうすごい楽しみましたよ。それクリスさんは可愛いよね。すごい思いやりです。なんか後ろコラスやってる男女2人ね、1曲ずつ歌うチャンス与えて、あ、すごいな、自分のコンサートね、そのチャンスを与えて、その2人もすごいありがたく1曲ずつ歌って、すごいな。その中の女性の方、なんか3年間原因はちょっとお話ししなかったのね。それもう第一線で活躍してるんですよね。クリスとかいろいろ方のコンサートで後ろ側でコーラスやってたのね。歌いたくない、聞きたくもない、誰にも会いたくない、まあいわゆるうつ病かな、そのぐらい深刻な状態だったらしいのね。それずっとうちにいたみたいで、まあ、3年間かもですね。その3年間でいつからちょっとわからないんだけど、その3年間でそういう状態でした。それ自分すごいやっぱり心配して、まあ、これからちょっとこの仕事まだできるかなと、また後ろ立って歌えることできるかなと、すごいなんか心配したそうです。それある日先輩に声かけられて、俺のコンサートに来ないって、コーラスねお願いしたいって、で声かけられて、そのきっかけで出ることになったの。それで今に当たってなんか復帰になったんですよね。で、それの話聞いた時、あ、やっぱりすごいコンサートとか芸能人とかすごい華やかで毎日楽しそうに見えましたね。で、その時その話聞いた時、あ、やっぱりみんな楽しそうに見えても実はいろいろ悩みとか悲しみとか、いろいろあるんですよね。人生は山あって谷あって、いろいろね、いい時期も悪い時期みんなありますね。あとクリスさんもなんか去年新曲、奥さんと新しい曲作ったのね。それ本当に9月でコンサートをやりたかったの、計画の中で。それやっぱりコロナで中止されて、それで復帰したのは、私この前27日にいたのは復帰した後の初めてのコンサートなの。だからその時すごい、あ、運が良かったね、もしかして待っててくれたかしらってそれすごい嬉しかったの。それすごいな、本人も感無量でしたね。なんか歌うことできてもう最高の幸せで、それ聞いてくれる方もとても感謝しておりますって、その話聞いた時ね、みんな2年半ですよね、大変でしたね。だから早く
夜がね早く落ち着いて、贅沢な生活とかもう望まなくて普通な生活に戻れるだけでもどのくらいありがたいだろうと思いますね。平凡でいいです、平凡でいいです、何もなくてもいいです、無事な、気楽に日々お過ごすことできたらもう満足ですね。はい、貸してきました。はい、どうぞ。